いけてるかな、ちょっと確認しますね。おそらくいけてるはず。あ、いけてる。はい。では、皆さんこんばんは。そしてパリの皆様、こんにちは。今日はですね、はい、有松絞りの、鈴さん、野村さんに、インタビューをしていただこうと思っております。今日はですね、パリから中継ということで、今、お昼1時48分ですか13時48分、はい、13時48分、ね、はい、日本は21時48分ということで、こんばんは。はい、お送りしたいと思います。僕は有松絞りはですね、2年前かな、鈴さんの、有松のお店に初めて行かせていただいたのも2年前ぐらいで、名古屋市のあのプロジェクトで有松絞りの組合さんのちょっと取材をさせていただく機会がありまして、ずっと奥に進んでいくと、わっ、鈴さん聞いたことある店、あの角地にね、かっこいい店があって、あの思わずこのシャツを買ってしまったという、はい、思い出の、はい、鈴さん大好きなんですけど、で今回の企画でですね、心よく村瀬さんがコラボレーションをしていただけるということで、今回の企画、鈴さんも20枚ですね、シャツを染めていただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、皆さんこう有松絞りって何ぞやみたいな方もいらっしゃると思うので、そこをちょっとご説明いただきながら、鈴さんのバックストーリーというかヒストリーもお伺いさせていただいて、今なぜ You はパリにみたいなところをちょっとお伺いできればなと思います。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。改めまして、はじめまして、鈴さんの CEO とクリエイティブディレクターを務めております村瀬弘之と申します。お願いします。まずはそもそもその鈴さんの、まあ、あの特徴である有松の有目絞りっていう背景からあのお伝えしたいなと思うんですけども、その有松の有目っていうのはそもそもその地域の名前で、あの有松と有目っていう隣接する2つの町の名前から来ていて、うんうんうん、で、それは名古屋のもう市境にあるあの小さな町なんですけども、名古屋市緑区で、名古屋駅から名鉄電車というローカル線に乗っていただいて、だいたい20分ぐらいで有松駅というところに、はい、行けるぐらいの距離ですね。古い町並みが残ってる、めちゃくちゃいいエリアですよね。そうですね、あの辺りが、まあ、その歴史的なところで言えば、その第二次世界大戦の時にこう割と大きな地域っていうのが爆弾が落ちて火災にあったところではあるんですけど、それこそ名古屋城が燃えてしまったりとか、うん、ただあの地域だけはそれを幸いにも逃れて、本当にその江戸時代からの風景っていうのがそのまま残ってるんですね。うん、その観光としても見に来られるのはとても面白いエリアかなと思いますけども、それがまあ、その小さな町なんですけども、そこに江戸時代の初期に東海道はもともとそこに走っていた地域で、ただ有松っていう場所には何もなかったんですね、うんうんうん、で宿場町でももともとなくて、地流っていうところと、鳴海っていう、まあ、そこの2つに挟まれた地域 で、ただ当時その山賊が出て危ないっていうことで、それで尾張藩がそこに町を作って、まあ、ちょっと安全にしましょうっていう目的でもともと町が作られたんですよ。
で、ただそこに、で、最初に入った家族は8家族って言われてるんですけど、うん、で、税金なしでいいので入ってくださいっていう条件で来た方々らしくて、そう、それで、ただそこに入村してみたものの、特に産業としても、こう農業に向いてなかった地域であったりとかして、うんうんうん、で、まあ、最初は本当に何もなかったんですね。で、その中の一つの、まあ、言われとして言われてるのが、一つの家族の方々が、うん、当時その名古屋城の築城をしている、うん、のに手伝って、まあ、そこに仕事として行っていて、はいはい、でその中の他の甲府の人がこう頭に手ぬぐいを巻いてるのを見て、うん、でなんかこれだったらわしもできるかもって思ったらしく、うん、それで家に帰って自分で布をくくって染めてっていう風でやって、へー、そう、それでそれを、まあ、東海道でいろんな人がやはり旅をするので、うん、でお土産として売り出したっていうところから歴史が始まってるんですね。なるほど、はい。なのでこういった染めとか織物っていう世界中に割と広くある、インドとかインドネシアとかアフリカとか、まあ、日本 の、 今回トランプデザインさんが企画されてる、はい、うん、ところもいろいろあるにはありますけども、多くはその自分たちが使う目的が発祥っていうのが多い中で、ありますって、もともとその産業としてその売る目的で作られてたんです、ね、なるほど、うん、でそれでその後尾張藩が、うん、その絞りっていうのを保護する、要するに専売制を与えて、うんうん、で絞りっていうのは有松でしか作っちゃいけないっていうのは江戸時代の間ずっとそれが専売制が敷かれていたんです、うんうんうん、でそれもあってすごくその250年の間に技術が発達して、うんうん、それが江戸時代の終わりまで続いていたの で、 うーん、でそれがそんな小さな地域なんですけど、その分業制が整って産業として考えられて、うんうん、でその終わり藩もその絞りの産業での税収入っていうのが当時すごく大きな割合を占めてたらしくて、うんうん、で本当にまあ、一時期はすごく本当にすごく栄えた、実は先ほど話したその名古屋駅から来るローカル線、名鉄線っていう、はいはい、これも有松 の、 方から聞いた話なんですけど、はい、その名鉄線が有松の駅を通ってるっていうのも、当時その有松の人たちが、うん、うちの村まで電車を引っ張ってこいっていう風で有松を通したっていう。なるほどなるほど。ということは、それが、うん、結構なんだろう、権力があったんですかね。そうでしょうね、うん、そうだと思います当時は、うん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 、それでまあ浮世絵にもなったりとか、本当に江戸時代ではその当時の最先端。そうか、うん、そういう意味で町にこう結構大きな立派なお家が結構残ってるっていうのは、そういう歴史もあるんですね。で、その大きなお家は庄屋さんのお家で、うん、まあ、そこで地域の職人さんをまとめて全国に売るっていう、うん、そういう仕事を、うん、やられたところですね。うん、本当にその職人がすごく集まったので、うん、もう本当に一家族一技法というか、うん、このぐらいいろんな技法が生まれて、うんうん、こういう絞りに似た技術っていうのは割と世界中にインドネシアとか、うん、アフリカとかで見られるんですけど、はい、南アメリカとか、うんうんうん、ただ多くがその一つの地域に 2,3 種類ぐらいの技法がある中で、うんうん、有松の絞りっていうのは本当にこう広く、うん、いろんな、
もう本当に手と指と針と糸ぐらいなんですけど、はい、使うもの、うん、いろんな技法が生み出されて、で多い時には200種類ぐらいそのうちだっていうのが、うん、あります。今じゃもう本当にどうやって作ったのかわからない技術とかもあって、まあ、絞りの名前にこう人の名前がついてるみたいなのもありますよね。あります。そうですね、はい、はい、まあ、それもなんかすごい特徴だなと思って。うん、はい、ですね、うん、でその中そういう、まあ、有松なんですけども、その僕の家系家族もその絞りの、うん、仕事に携わっていて、はい、で父って4代目、その鈴さん商店ってもともと鈴木三郎さんっていう人が初めて鈴さん商店っていう風で、で僕はその鈴さんっていうブランド名にしたんですけど。なるほど。はい、で父の代から、うん、その父の前の代の人のおじさん、父のおじさんにあたる方なんですけど、はい、そこまでは鈴木姓だったんですけど、うん、その後はこの方に男の息子さんがいなかったので、うん、で父がちょうど興味を持ってた、うん、多分それこそ20代ちょっとぐらいの時にそこに入って、うん、でそれからずっとその絞りの仕事を40年以上やってるっていう感じ。なるほどなるほど、うん、になりますね。でその鈴さんの歴史で言えば、うん、そのいろいろ分業がある中で、うん、だいたい一つの浴衣を作るのに5、6工程の、うん、いろんな仕事があるんですけど、はい、その中で一番最初のエスリー、まあ、絵を描いて、うん、その浴衣のその庄屋さんがじゃあ次 の, トレンドは蝶々だみたいな形で出てくるんですね、うんうんうん、そうするとじゃあ蝶々の絵を起こして、うん、でそれを型にするんです一度。昔は伊勢柿渋の和紙だったんですけど、はいはい、うん、それにポンポンポンと穴を開けて、うん、でこう型ができるんですね、一つこう、うんうん、もうシートのような、はいはい、でそれをこう布があって型があって、うん、でそこの上でハケでパーッとするんですよ、うんうんうん、そうするとその開けた点々がここにトレースされて、はい、でその蝶々の柄が点々で出てくるっていう、うんうんうん、でその柄を次の職人さんのところに持っていって、うん、でここをこういうふうに縫ってくれとかこういうふうに絞ってくれっていう、うんうん、そういうのをやるのがその鈴さんのもともと家だった。なるほどなるほど、うん、要するにそのデザインっていうところで、うん、なのでそれは本当にすごくラッキーだったんですけど、うん、自分、まあ、普通のその絞り絵の職人さんのところでは自分の工程しかこの絞りだったらこの絞りをずっとやってるっていうところなんですけど、その鈴さん商店、まあそのまあ、父親がずっとやってきたところは、はい、誰々さんちは何々絞りやってるからこの技法ができるとかっていう、うん、その産地の職人のネットワークを持ってるんですよ、うん、それは未だに続いていて、はい、で、まあ、その産地のコーディネーターというかプロデューサーというか、うんうんうん、その父親の代までは影師って呼ばれてたんですけど、はい、そういうその布を持っていって、うん、絞った後今度こっちの小宮さんに持っていって、という生産管理のような感じです、ね、はいはいはい、だからデザインと生産管理をやっていた感じです、まあ、兵庫県の西脇でいうと三元って言われるポジションですね、そこが全部糸の指定から、染める色の色番号から織り組織から最終加工までを全て決めて、それぞれ、染色工場にお願いをして、でそこから八田屋さん、こういう織りだったらこの方が得意っていうところにお願いをして、で最終加工場に行って、加工をすると。そうそう、そういう形、まあでもそういう意味ではこう産地の中で結構こうハブになる存在ですよね。
そうですね、うんうん、こう表に出てくることはあんまりないんですけど。あ、そうですか。なんかこう、うん、外からこういうのを依頼されてこれ作るんだったらじゃあこういう職人さんにお願いしようみたいな。もともとはその絞りで言えば、うん、あのその庄屋さんがまとめていて。あ、なるほど。その上にまだいる。そうなんですよ。その産元の方はおそらくその他の地そこの百貨店の方々と話を直接する。はい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 、ただ僕らはそこの下にいるポジションなので。なるほど。その大きな家の人たちではないんですよ。なるほど。そうか。もう本当に家で。細分化されてですね。はい、はい、そこの下にいて、で本当にもう家で、あの家の中に子供の頃はこういう長い台があって、そこでポンポンポンってあって、あの、まあ、そこの隣に食卓があってぐらいの、本当にそういう大きな工場とかっていうのは特になかったんですね。なので本当に一職人で、父親の代まではずっと一人で、あのその父親の前はおじさんで父親っていう、うん、その鈴さん商店っていう名前ですけど、特に会社としてもではなくて、うんうん、で本当に個人でつながってきてた。なるほど。そんな、隣に作業台があるような少年時代を過ごしてきたと思うんですけども、そこから、はい、なぜ You はパリにっていうところにつながったそうですね。そう、まあ、あの普段の拠点はドイツなんですよね。そうです。普段はドイツに、はい、デュッセルドルフっていう町に、もう17年ですかね、住んでます。はい、で、はい、今は、パリに。今はパリ。そうですね、はい、はい、その辺の、まあ、ドイツに、まあ、行かれたぐらいのストーリーからちょっと僕も聞きたいなと思っていて、はい、まあ、その鈴さんが、まあ、誕生するきっかけみたいなところって、うん、多分その辺なのかなと思ってるんですけど。そうですね、はい、もともと僕16歳か17歳ぐらいからあの、はい、アートをがやりたいなと思ってて、うんうん、で、あの名古屋に河合塾っていうところがあるんですけど、はいはい、あそこに美術の予備校もあるんですよ。美術を、うん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 、美術大学を目指す、でこう、はい、レッスンとかやって、うんうんうん、でそこに通ってて、それはすごく面白かったんです、ね、うん、で、あの、で、まあ、日本の大学を目指して、あの日々、うん、あの学校での高校の勉強は全然ダメだったんですけど、そっちの、あの面白く頑張って、はい、でこう、まあ、高校3年生の時1回受験して、うん、でその後あの落ちて、でもう1回一浪したんですね、うんうんうん、で2回目もう1回受けて、まあ、今度こそいいだろうなと思ってたんですけど、それで結果見に行ったら、まあ、自分の番号がなくて、へーそれで、うん、で、いやもうこれ受かったなと自分では思ってたので、そう、東京芸大受けたんですけど、はいはい、でなんかこうあれ数字ないじゃんってなって、でなんか別にそれで落ち込むっていうよりも、うん、なんかこのなんか採点する人たちセンスないなって思ったんですよ、ね。はい、でちょっとこれは日本にいてもしょうがないなって思って、うん、そう、それであの、まあ、全然その海外とか考えたことなかったんですけど、うんうんうん、高校3、2年生の時かな、1回父親と一緒にサンフランシスコに連れて行ってもらったことがあって、はいはいはい、でその時なんか面白かったイメージがあの、うん、頭にあって、うん、で東京から名古屋に帰ってくるバスの中で、うん、あ海外行こうってもうその時にへもう結構確実に思って、なんか落ち込むっていうより吹っ切れたんですよ、でしょうね。そうですね。なんかそれは、うん、うん、いい、うん、今でも、うん、いい選択だったなと思いますけど。逆に東京芸大に受かってたら、今はパリにいることはなかったかもしれないですよね。なかったかもしれないですね。そうそうそう。うん。だから。まあそれはそれで東京芸大に感謝してますけど、うん、はい、じゃあある意味天才を生み出したんじゃないですか、落としたことによって。そう、ま
ったいないですね。もう拾えなかったっていうのは。なるほど。もうちょっと目を磨いてもらいたかったですね。そう、それで、はいはい、あの1年、ただあの父親とか、まあ、両親にそうやって、じゃあ外国行くって言い出したら、うんうん、まあ、特に別に反対はしなかったんですけど、うん、でも、で、あのただ学費は出せないよっていうのは、もううち結構貧乏だったので、うん、学費は出せないよっていうふうに言われて、あ、じゃあ自分でバイトするっていうふうで 1年、まあ、アルバイトをして、うんうん、で学費を貯めて、でその後1年後にイギリスに行ったんですね、うんうん、でイギリスはあのロンドンの南にあるサリーっていう町があって、そこの、うん、あの大学の美術科にめでたく入ったんですけど、そう、ただあのイギリスって学費がすごく高くて、うーん、でイギリス人の5倍ぐらい外国人は払うんですよ。あ、そうなんですか。そう、金額違うんだ。金額違うんですよ。イギリス人だと30万ぐらいで、うん、5倍じゃないか、もっとかな。でまあそうですね、で EU 圏内だと2、3倍で、EU 圏外、まあ、当時はですけどね、今はもしかしたらそのブレクシットでもっとひどいことになってるかもしれないけど、うん、で、そう、それでまあ、その教育自体もすごく面白かったし、うん、あの楽しんではいたんですけど、うん、で、まあ、イギリスでもアルバイトしながら、学校には通っていたんですけど、うん、やっぱりそこでお金がなくなってしまって、うんうんうん、でこれ以上続けられないってなってしまったんですよね、うん、でただやっぱり日本に帰る気もあんまりしなかったので、うん、でそしたらフラットメイトでドイツ人がいて、で彼女があのドイツ学費タダだよっていうふうに言うと、それでそのちょうどそのドイツのあのアートに関しての論文も書いてた時期で、うん、まあ、そのドイツのアートってすごく面白いなと思っていて、うん、であの調べて、あ、じゃあドイツ行こうっていうふうになって、で、まあ、1年経ってドイツに、それでデュッセルドルフっていう町に来たんですよ、うんうんうん、でデュッセルドルフっていう町自体はその商社の方とかもしかしたらそのあの日本人が多い町っていうイメージ、うんうん、であのパナソニックとかトヨタとか、まあ、そういった大きな会社、はいはいはい、あの海外であの現地法人を作るってなると、うんうん、まあ、パリかロンドンかデュッセルドルフっていうのが、うん、海外、まあ、ヨーロッパで、うん、っていうのが割と上なんかあのセオリーで、うんうん、日本人がすごい住みやすい街で、うんうん、あの街自体は小さいんですけど、そこに8000人日本人が住んでるんですね、うん、へえ、多いですね。大丈夫ですか。そう、それで、そう、あの結構あのそういった駐在の方が多いので、うん、日本語だけでも住める環境っていうのがあって、うんうんうん、そう、まあ、僕はそれ全然知らずに行って、なんかすごく日本人がいっぱいいてびっくりしたんですけど、まあ、駐在員とかも結構じゃあいらっしゃるんですね、そのエリアは。そうですね、うんうん、ただあのもう一つは、まあ、そのドイツ人の人たちからするとあのアートとあと音楽もですね、あの割と面白い、まあ、文化的に割あのいろいろ豊かな街で、もともとはあの例えばその僕が行ってた学校はあのクンストアカデミーっていうところ、うん、あクンストっていうのはアートのアカデミーっていうところなんですけど、はい、そこがもともと昔で言えばパウル・クレイがいたりとか、うーん、ヨーゼフ・ボイスとか、あの日本で言えば奈良義朝さんが、はい、その僕の先輩に当たる方になって、なんかそのアートヒストリーにちらちら名前が出てくる、うーん、多くて、その僕がいた時にも先生で世界一高い絵描く人とか、世界一高い、あのピーター・ドイクって人とか、あと写真家の先生はアンドレアス・ブルスキーっていう、その人も世界で一番高い写真撮る人だとか、まあ、そういう人たちが結構ゴロゴロいて面白いんですよ、うんうん、でそこにまああの今度そこにもあの運よく入れて、うん、
でそこでアートを勉強してたんですね。うんうん、まあ、何回かその転機がまあね、あったってことですよね。イギリスで学費が高くて、うん、ドイツに行ったり。そうです、そうです。そう。そのあたりが結構こういう周りですよ。あれ、あ、ちょっと待って。はい、大丈夫です。It's just for the showroom. It's not private. Ah, okay. Yeah. Sorry. But you can come later, maybe. I have time.そう、それでいくつか転機があったというところでですね。うんうん、で、どこまで話したんだっけ。そうそう、で、ドイツに行って、うん、で、まあ、そのドイツの後もすごく面白くて、うん、で、まあ、そのドイツの教育の話をすると、それはすごく僕にとっては面白かったなと思うんですけど、うん、日本って、まあ、月曜日から金曜日までカリキュラムがあって、はい、で先生が来て講義をして、うんうん、でその後テストがあって成績が出てる、うん、ただ僕が行ってた学校ってその出席を取らなくて、で成績もなくて、うん、テストもないんですよ、うんうんうん、でアトリエがあって、うん、でもういつ行ってもいいし別に来なくても誰にも怒られないし、うん、そうそういったまあ、本当に自由にできる。そう。で、イギリスはもっとカリキュラムがきちんとあって成績はあったんですけど、はい、そのドイツの学校っていうのは、本当にこう自分で何かやるっていうことを考えないと、本当に手持ち無沙汰になってて、うん、まあ、そういう誰かがなんかこう、さあ今日これやりましょうっていう人は誰もいないので、なるほど。何も教えてもらえないんですよね。でそこでこう主体性っていうのは、うん、まあ勝手に勉強するというか、うんうん、でたまに先生が来て、で先生も別に教えるっていうふうではなくて、うん、もう本当に一アーティストとしてお互い見てて、うん、でその人の意見を言う、ただ別にこれが正しいわけじゃないよっていう、うん、その答えが一つじゃないっていういうのと、先生が言ってることが正しいかどうかは自分で考えろっていう。なるほど。そう。それってなんか評価されるっていうこと自体がもうないんですか？そうですね。その学生の中でいろいろ言い合ったりとかっていうのも、うん、ありますし、うん、評価っていうのでもないですね。ないというか、そう、成績がとにかく出ないので、で成績の付け方って、その、うん、例えば美術で言えばその上手い人から取る、うん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 、ただ面白いかどうかのランキングって多分すごくつけにくいと思うんですよ。そうですね、そうですね、そうそう、採点する人の主観もありますしね。そう、うん、でそうなんですよね。でまあそれがすごく僕は面白くて、結局で卒業するときも先生に卒業しますって言わなければいつまででも言っていいんですけど自己申告。そう、そろそろ卒業しようかなと思ったときに先生に、うん、そろそろ卒業しますって言って、うん、で僕は6年半結局学校に行ってたんですけど、うんうんうん、でそう、それでそこでは美術と建築を、まあ、建築を、まあ、実際に建物を作ったりとかはしないんですけど、うん、その建築のことについて、まあ、いろいろ深掘りするっていうような感じで、はいはい、そうで、だから全くそのテキスタイルとかデザインとかファッションとかのバックグラウンドっていうのは僕は、うん、持ってないんですよね。なるほどなるほど、はい、なるほど、はい、うん、でただそのドイツに渡ってから2年後ぐらい父親から電話がかかってきて、うん、でちょっと今度イギリスで展示するから、うん、ひろゆき手伝ってくれって言って、うん、でまあ、父親は言葉もそこまで巧みではないし、うん、で、あ、いいよっていうふうでイギリスに行って、
でそこで改めてその絞りっていうのを初めて見たという、うんうんうん、でそうしたらなんかこうすごい面白いなと思ったのと、うん、もうさそのもう一つはその見てる人たちの反応が面白いなと思って、うん、なるほどなるほど。日本だと絞りってなると、うん、ああ浴衣ね着物ねっておばあちゃんのねっていうような形に、そのステレオタイプですけど、うん、その時のそのイギリスの方々の反応っていうのが、うん、まだ本当に見たことないものを見る新しい感じというような、これ何ってどうやって作ってるのっていう、なんていう本当にただ美しいもの興味があるものっていうもので捉えてて、で、うん、それっていうのはなんかすごく面白いなと僕は感じたんですね、うんうん、だからその一つの価値観ものを別の場所に持っていくと、うん、あのその価値とかが新しくまた別のものになるっていうのをそこで見た、うん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 、なるほどね、うん、であともう一つの当時僕はあのアートを勉強していたんですけど、うんうん、まあ、それがまず一つのきっかけ、まあ、3つあるんですけどきっかけ、そのスーさんやろうと思って、正確に言えば4つかな。で、まあ、そのイギリス、その後もう一回イギリスで展示があるっていうので、今度僕が一人で、一人、まあ、当時 の、 彼女、今の妻なんですけど、うん、一緒に、で彼女も絵描きなんですね。うん、で、その、うん先生っていうのが、まあ、さっき話したあの世界で一番高い絵描く人なんですけど、うんうん、でそのアトリエがロンドンにあってそこに泊めさせてもらってたんですよ、うん、でその、ピーター・ドイクっていうんですけどピーターと一緒にご飯してる時にそのギャラリーのオーナーがテキスタイル興味があるから見せてみたらって言ってくれて、うんうん、でそのギャラリーのオーナーっていうのは本当にもうあコンテンポラリーアートの目利き中の目利きっていうぐらいで、うんまあ、その人がいいって言ったらもう値段が何百万円何千万円にもなるぐらいの、人なんですけど、で、まあ、そのビクトリアミロっていうギャラリービクトリアが来てくれる、うん、でテキスタイルをその見せたら、うん、なんかすごいっていうふうになって買ってくれたんですね、その周り、うんうん、で僕としてはなんかそんな人がそのコンテンポラリーファインアートの、うん、その目利きの人が、うん、その東洋の伝統的な手仕事に、うんそのまあ、僕の中ではもう2つ異なる価値観だったので、はい、興味があるということにすごく面白いなと思って、うんうん、でなんかこれがもうそこでもまた本当にその外からの、うん、フィードバックとして面白いのかなっていうのも改めて気づかされた、うんうんうん、でその後もう一つはそのベネチア・ビエンナーレっていう美術の展覧会があって、うん、その時に、まあ、それも学生の時に行ったんですけど、うん、そのベルギーのアントワープにあるギャラリーがあって、アクセル・フェアフォート、はい、まあ、ギャラリーというかインテリアデザイナーなんですけど、本当は。インテリアデザイナーの人が自分のコレクションを持っているもので、なんかやりますというキュレーションをしたのがあったんですね。で、そのアクセル・フェアフォートって人の、まあ、展覧会見に、もう前情報とか全然知らずに行ったんですけど、うん、たまたま一緒に行った人が面白そうだから行ってみようって言って、それについていただけだったんですけど、普通こう美術館ってこう白い壁にキャプションがあって何年に作られて誰々でなんか油絵みたいなの書いてある、うん、でもそういうのが全くなくてもう壁も白くないし物がごちゃごちゃに置かれててもうどっかに目を見たら何かしらあるようなへもうすごい、うん、でもそれももう東も西も古いとか新しいとか有名とか無名とかなくてもうそれぞれがもう、まあ、言ってみれば無造作という、うん、ただなんかその美しいという基準でそこに集められたっていう、うんうん、
で、それが僕にとってはすごく衝撃で、当時はその美術やってたので、美しいものはアーティストが作るっていう、まあ、結構一辺倒な考えだったんですけど、ただその本当に中国の無名の何千年前の、誰かが作った茶碗みたいなのがあったりとか、本当になんかそれこそ人魚のミイラとか象の耳の剥製とか、百獣の角とか、なんかそういうものも一緒にゴロゴロ並べてあって、で、そんなキャプションがないので、それがこうアートなのか何なのか、なるほど。さえもわからないんですよ。コレクションなのか、そ作られたアートなのか。う。で、そういったなんか本当に、もうその価値から覆されるような感じで、で、その後に、まあそれがちょうどそのビクトリアとの出会いとか、父親とかの展示会を手伝ったりしたタイミングでもあったので、で、まあ、もしかしたらその、ね、今まで自分が見過ごしてきたものっていうのは面白いのかもっていうのを、なるほど。そうなんですよね。まあ、一回、やっぱ有松を離れてたからこそ、見えたものでもあったかもしれそうないでですすね。ね。本当に二十歳の頃までは、もうその布に囲まれて育ってたので、で、そう、全くそれ以外の社会っていうのを僕は知らずに育ったので、まあ当たり前すぎてたっていうのはあって、特に本当にもう、なんかこう視界に入らないぐらいの興味のなさだったんですよね。そう。そう、常にそこにはあるんですけど、ちょっとやら何せかてとかもなく。まあなんかその糸を抜いたりとかたまには手伝ってはいましたけど、それがなんかこう自分の職業にしようとかっていうのとか全く思わなかったですし、あと父親も父親で特にこれ継げっていうことは言わずに一回も言われたことなくて、でもそのもう産業として消えていくのが目に見えてたので、で昔はたくさんの職人でにぎわってた街ですけど、当時父親が一番若い世代ぐらいで、もうその下がいないぐらいだったので、もうあと15年したらなくなるよっていうふうに言ってて、これの産業自体が。で、まあだから特にこうそれで飯が食えるっていうふうには思ってなかったね。で、ただやっぱりそういった経験から、これがそのままなくなるのはもったいないなって思って。で、ただ、やっぱりその、使われてる目的、技術で使われてる目的が、その、日本の文化だけの使用目的だったので、で、そこを、絞りっていうのは二次加工なんですよね。もともとの素材があって、そこの上に絞りっていう技術を施して、だから言ってみれば機能的には特にそれがなくても成り立つものなんですけど、ただそこにその価値をもう一つ加えるっていうところが絞りで、それが今まで浴衣っていう文化で使われていた。ただその絞りっていう技法っていうのは、その二次加工っていうことだけはを抽出すれば、その素材が何かっていうことと、浴衣であるっていうか、浴衣で使われているところっていうのは別にそうじゃなきゃいけないってことはないなって。そう、それでまあ父親もいろんな素材に試したりとかしていて、もう彼は本当にこう色こう実験好きで、彼は、行ってる国も多分僕より多いんじゃないかなっていうぐらいの、割と面白い人生あるんで、個人としては楽しんでると思うんですけど、そう、ただ、ビジネスとしてはなかなか っていう、まあよくありがちな
職人気質というか、なんかこう作ってはもうじなんか自分で面白かったっていう感じで終わって、なるほど。まあその恩恵を僕は見事に受けて、家に学費も払ってもらえなかったぐらいなんですけど。ただまあそういった父親の作っそういったいろんな実験してたっていうのもすごく面白いですし、本当にまあ未だにそういった面ではすごくリスペクトしてて、ただそれがやっぱりそのサスティナブルっていう目線で見ると、産業になっていかなきゃいけないなっていうのは僕は思っそうてでいすて、ね。はい。その一人の職人とか、だと、その継続性がないというか、その人が死んじゃったらおしまいっていうふうに、で、まあ、有松の人たちも、その職人さんたちも、まあ、今まで家族で代々続けてきたのが、まあ、次がいないってなると、もう、他のネットワークがないんですよね。この家だけで、隣の家で何やってるか知らないっていう人が結構、そんな感じなので、なので、それを、こう、未来に続けるためには、次の世代に伝えるためには、ちょっと違う形を作らなきゃいけないなっていうのは思ったんですね。で、まあ、さっきそのきっかけっていうのは4つあったって言ったら、今3つあって、で、4つ目がそのドイツ人、僕はすごい、月2万5千円ぐらいの、学生寮に住んでたんですけど、で、そこのフラットをシェアしたのがドイツ人の学生で、で、彼はビジネスを専攻してたんですよ。で、で、まあ、その父親のテキスタイルをドイツに持って帰れないからって持って帰に、これ何っていうふうに彼が興味示して、で、実はこういうことやってて、で、今までそれ日本のことが全く興味がなかったんですけど、なんか面白そうだねっていう風な話になって、で、ある日なんか一緒に会社やらないって言われて、で、僕ももともともうずっとアートやるつもりではもういたんですけど、なんかその時にふと、いいかもっていう風に思って、いいよって、そう、まあ、かなり気軽に答えて、そう。で、まあ、それも、彼と後々話してて、まあ、僕もそのマーケットを全く知らなかったですし、どういう、未来が来るかっていうのは、まあ、全然考えてなかったんですけど、もし先にそれを調べてて、リサーチしてたら、やらなかったなと思って。なんか、こんな、めんどくさい。こんな大変なことをやらなかったよねって言って、そう知らなくてラッキーだったっていう。なるほど。まあ、その若さゆえにっていうのもね、ありますしね。そうですね。で、僕はその時26で会社を作って彼と一緒に。僕も独立したのは26歳なんで。あ、本当ですか？はい。そうですね。今は、しかも81年生まれで同い年じゃないですか、僕ら。あ、そっか。僕82なんですけどね。でもまあ、同そっかじ、そっあれでか。すよね。学年は同じですよね。そうです確ね。かね。はい。そっか。そうそうなそうそるほど。26、やっぱりなんかそういう年はありますよね。う。ね。そう。それで、最初に、まあ本当にそこからブランドっていう、鈴さんっていうブランドができて、で、今までものは作れたけど、その商品、自分たちの商品っていうのを、まあ、それもいろいろ考えたんですけど、そのブランドを作るっていうのは一つの選択肢の中、他にもいろんなビジネスをやれることとかあったんですけど、やっぱりその継続性っていうところを考えると、他のブランドからの OEM で仕事をしてると、まあ、有松っていうのがもともとそれだったので、まあ、その時代によって右往左往される。今期はオーダーたくさんあったけど、来期はない。で、それよりも自分たちでコントロールして、
そのお客さんに直接売っていくっていう、うんうん、そういうそれをすることでその職人のあのフローを確保できるっていう考えで始めたんですけど、ただそのセオリーとしてはすごく良かったんですけど、うん、あのやっぱり2008年ですよね、はい、2008年のリーマンショック直後に会社を作ったので、はい、うん、でお金も全くなくて、うん、もう始めた直後から大ピンチみたいな感じで、そうですねそうそう、それで最初ストール数本でブランドを始めて、うん、でただ展示会に出すお金とかも特になかったので、うんうん、で電話とかメールとか書いてももうアポ全然取り合ってももらえないですし、うん、でただやっぱり売っていかないとどうにもならないので、うん、まあ、とりあえずトランクに詰め込んでいろんなお客さんとお店を回って、うん、で日本でこういうの作ってるんですけど見てもらえないですか、うん、でもう飛び込みの営業を、うんうんうん、結構もう最初 2,3 年ぐらい毎週のいろんな設定っていうのをやってましたね、うんうんうん、そう、なるほど。で、そういう産地の、まあ、職人の、まあ、フローを作っていくという中で、うん、今この間有松の組合さんを取材させていただいた時もそういう技術を学ぶ学校みたいな、うん、スクールみたいなのがあるんですよね、うん、それで今もうすごい人数の卒業生というか、うん、がいらっしゃるということで、産地としてはすごく珍しいなと思ってるんですけど。なるほど、あ、そうなんですか。うん、いや、数がね、数が桁違いにやっぱ多いので、うん、排出してる人数が。あ、なるほど。まずいくつかびっくりするポイントが、そんなにこう絞りを学びたいと思う人がいるんだと思ったこと。ああ、そうですね、うん、それも僕もやってみてびっくりっていう感じです、うんうん、まあ、僕はそこの産地の、職人の学校っていうのとは直接な関わりはないんです、うんうんうん、そういう話は聞いていて、で、うん、そういった方々が来てくれいるっていうのはすごく素晴らしいことだなと、うんうんうん、でやっぱりその手仕事に興味があるっていうところ、うん、あ、ちょっと待ってください。僕のドイツ人の同僚です。そう、手に職を持ちたいという人が多いんですよね。うんうん、でそれっていうのは多分 これからも変わらないんじゃないかなと思うし、もしかしたら増えていく状況にはなるかなと。なるほどなるほど、うん、思ってて、僕も今名古屋芸術大学というところで、はい、客員教授をしてるんですけど、うん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 、やっぱり若い人たちのその何か手に職を持って自分で作りたいっていう気持ちっていうのは、うん、そうあるんですよ、ね、うん、であとはその海外から日本に、うん、そのインターンで来ることもすごく多くて、はいはいはい、今までイギリスとかイタリア、ドイツ、フランス、アメリカ、うん、まあ、様々な国から、うん、この12年でおそらく 60人ぐらい、すごいですね。そう、皆さん 3ヶ月とか半年とか有松に指定して、うん、でその技術を覚えて、うん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 、そういった人たちが、でこの間も僕の1人フランスで会った子は、うん、その後戻ってで、まあ、彼女はインテリアやってたんですけど、はい、セリーヌのインテリアデザイナーになったりとか、うん、あとジルサンダーの2シーズン前の絞りがやってたのがあったので、あ、これ誰がやってんだろうって言って思ったら、そのインターンやってたイタリア人の男の子がそれをやってた。へえ、そういう、うん、つながりも出てきてて。なるほど。それって
まあ、それぐらいこう受け入れる、まあ、産地側もすごいなともちろん思うし、それだけをなんか呼び込むというか PR して、まあ、もちろん PR しないと来ない、 PR してないんですか？PR しないですよ。勝手に来ちゃう。でも僕は大学での、レクチャーとかたまにするんですよ。ヨーロッパの学校で。で、まあ、その有名なところだと、ロンドンのセントマーチンズだとか、ユナイテッドカレッジオブファッションだとか、そういったところでやると、それをもっと勉強したいっていう子が来てくれて、で、それだったら有松に行ってっていうふうで、まあ、最初の方は、でもやっぱり12年前、一番最初にドイツから行った女の子のことを僕は覚えてるんですけど、初めてやっぱり有松に行って、でも有松の中ではゲアチンさんが来たっていう感じで そう。で、もう言葉も通じないし、で、伝統って僕二軸だと思ってて、作るっていうことと、あとその教えるっていうことが、両方。ただその教えるっていう機能が、まあ、欠けてた。何十年も。で、この指先一つにしても結構こう、それをきちんと説明しないと。力の入れ方とか。でもその日本だとこう見て真似ろみたいな感じでやったりとかして。で、なんか10年かけてようやくみたいなところあるんですけど、ただ3ヶ月で言葉もわからない女の子に教えろっていうふうになって。逆にその職人の方、最初はその父親が教える立場になったんですけど、そう、もうって感じで。そう。それで、ただやっぱりそういうなんか、一種のカンフル剤みたいな感じで教えなきゃいけないと、が、で、そういう子がどんどん、行ったことで、まあ、街も風通しが良くなってきたっていうか、そう、1回目に行った子は本当に成功だったなって思うんですよね。で、その子が、しかも、面白かったのが、日本に着いて、数週間したらお腹が痛いとか言ったりなって、母親と一緒に病院に行ったんですけど、そうしたらなんか妊娠が発覚して、それで街中がなんか村瀬が、親父が不倫したみたいな感じになって。そう、まあ、そのドイツの、ボーイフレンドと日本出る前に子供を授かったみたいなんですけなるほど、ど、なるほど。そういうなんか面白い話もあって。そっかそっか。そう、その子も結局ドイツに戻ってから子供を産んで、で、太郎くんっていう名前に、日本人の名前になもともとやっぱ日本が好きだったんですかね。りました。そうですね、彼女はその後テキスタイルデザイナーになって、会社に勤めて。なるほど。まあさっきの、まあ、職人さんのフローを作っていくみたいなところで、自分がやっぱ売らないとそのフローは生まれていかないわけじゃないですか。だからそそうでこにすなんね。かこうね、責任というか、プレッシャーみたいなものも抱えながら。そうですね。そう、本当に、ビューティフルって、その展示会に出しても、まあ、そのビューティフルっていう声はもちろん聞けるには聞けるんですけど、ただその次、それビューティフルが経済にはならないので、言われたと思うんですけど、で、そこの職人さんたちに、美しいって言われてるよっていうふうに言われたとしても、じゃあ、でも、っていうふうになってしまう。そうですよね。最初は、本当にその4、5年、まあ、4、5年、まあ、最近もそうですけど、まあ、そこを、もう、きちんと作らなきゃっていうところ。で、若い人たちに来てもらいたかったので、で、その若い人たちがきちんと、仕事ができる環境っていうところを作るっていうのが、まだまだ出来上がってるとは全然言えない状況ですけど、そう、
ね、でもあの人が集まってきてくれるっていうところまでに、うん、まずは、うん、そうですね、できたっていうのは一つ、ね、うん。有松の鈴さんのスタッフは若い方多いですよね。そうですね、うち多分平均年齢24、5じゃないですかね。一番下が19歳、高校卒業して、そう、あの絞りをやりたいっていう風で、あの 学生服を着ていきなり来て、すごい、どうしたのって言ったら、そう、そうなんですよ。もう世の中は今後継者問題すごく大変なことになってる最中、すごいですね、うんうん、でその子は地元の子ですけど、うん、男の子で、ただ、沖縄の子、沖縄からいきなり来た、うん、その子も結構うちね、いきなり来る子が多いんですよね、なぜかそう、うん、あのでとか、あと新潟の子だとか、うん、あの埼玉だとか、うん、なんかそういった別の地域のから来てくれる子も多くて、そう、わざわざ有松に引っ越して、うん、いや、なんかそう、そういうね、なんか産地の、まあその学校みたいなこともそうだし、僕らが実際に有松に行って、鈴さん、あの何店舗かありますよね、あの通りに。そうですね、はい、ね、なのでそこで、はいはい、働かれてる方がすごい若い方だし、うん、店番をしながらこう作りをやりながらっていうのも、うん、なんかすごいいい光景だなと思って、うん、そうですね、はい、っていう意味ではなんかすごいこう産地としてまだまだなんかこれからあのまあ、発展していくというか、その伝統技術を守りながら若い世代がまたアップデートして、また違うものづくりにこう変換していくというか、またいろんなイノベーションが起きそうなあの産地だなと思って、あのずっと取材をさせていただいてたんですけども、そうですね、うん、なんか それは鈴さんだけじゃなくて、まあ、他のところでも若い人たちがありまして入ってきてくれたりだとか、うんうんうん、まあ、それは本当にあの弊社だけの力っていうわけではなくて、うんうん、本当産地の方々が皆さん協力し合ってっていうところではあるとは思うんですけど、うん、ただあの一つその鈴さんの中で大きな変化だったっていうのは、うん、あの今までその協業、その分業でなってるところ、はい、仕事がそれぞれバラバラになっちゃうところを、うん、一つその0から10までできるところを作りたい、うん、拠点が、あのそれがまあ10年かかってようやくできて、うん、であのそうするとこう技術がそこに集約できるんですよね、うん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 、だからその次に教えられるっていうところも、うんうん、なるほどなるほど、はい、で今それと分業のもともといた産地の方々と一緒っていう、うん、その2つをあの使いながら作っていて、うんうん、で今ドイツでも販売もされてると。そうですね、はい、ドイツも、はい、去年お店もできて、うん、はい、で今はこれパリはあのファッションウィークパリコレの最中なので、はいはい、あの今回そのフィジカルでやっ、うん、来る人っていうのはほとんどいないのでそう、何人来たのって言われるんですそう、そう、本当に言うはなぜパリまさにそう、そっかそっか、はい、はい、あ、そんな流れでちょっとこうもう1時間ぐらい、まあ、バックストーリーというヒストリーをお伺いして、はい、ここからいよいよですね、今回はちょっとあの他の地域では工場に潜入をさせていただいたんですけども、はい、まあ、有松の現場の方とお話しするのももちろん楽しみだったんですが、僕はあの結構同い年で、はい、頑張っ、お互いこう 今の時代をどう生きようかと頑張って、うん、村瀬さんともなんかいろいろこうお話をしたいなと、あんまりねゆっくりお話をしたことがないというないですもんね、うんうん、
なので、あのいろんなお話とか、まあ、鈴さんのそのバックストーリーが聞けてすごい良かったなと思ってます。結構時間経っちゃって、そうなんですよ、もうね1時間ぐらい、経ちまして、ここから、今回ですね、まあ、トランクデザインの13地、まあ、産地とか10社と、まあ、コラボレーションして、まあ、200枚のシャツを一挙に並べると、もう僕の妄想企画だったものがちょっと今実現しようとしているんですが、はい。で、まあ、僕らはこう兵庫県の、ね、地場産業伝統工芸の、まあ、商品開発を一緒に職人さんとやったりとか、PR をお手伝いさせてもらったり、国内外の販路開拓っていうところだったり、あとツーリズムを、まあ、一緒に作っていったりっていうことを、まあ、軸に2011年からその兵庫クラフトというプロジェクトを自社で作って、県内を車でもうずっと巡りながら職人さんといろいろやってきたんですけど、なんかここ今現在はですね、日本全国いろんな産地に行かせてもらってお仕事をさせてもらっている中で、まあそのまあ、単一産地のものづくりではなく、もっともっとこう産地同士がコラボレーションできるような環境みたいなことだったりとか、まあまあ、お互い学び合えるとかみたいなことも、はい、なんかできたらいいなと、ここ 1,2 年前からじわじわ思ってて、でそれのなんか、まあ、テーマというか染めっていうテーマでこうつないでいくっていうことできないかなと思いながら、こう悶々と考えていたところ、ちょっとまあ催事のご依頼もあって、ちょっとなんかぶっ飛んだことやらないと僕催事行きたくないですっていう感じで、僕があの楽しくやれることをチャレンジしますって言ったのが今回のまあ企画なんですけども、でそこで、まあ、僕はこう有松に行って、くくってる、まあ、おばあちゃんの職人さんとかも見たりとかですね、現場を見させていただいたことがあるんですけど、ぜひとも、今回、うちのシャツを加工してるところをですね、あと有松の鈴さんのスタッフさんが写真を撮ってくれてるので、まあ、それを見ながら、ちょっと村瀬さんにこれこういう作業をやってますよみたいなっていうのをちょっとご説明していただきながら、まあ、エンディングを迎えていこうかなと思っておりますと。はい。はい、いうことでですね。はい。これ今画面共有をしました。はい。はい。はい、で先ほどこれあれですよね。昔は柿渋で染めた和紙を乗っけてみたいな。そうですね。これが、はい、あの最初の、まあ、もともとこの絵を描いて、でその後これ、まあ、黒いところに点々があるんですけど、うんうん、穴が開いていて、でそこをこうハケで吸ってっていうところですね。うん、なるほど。はい、でここで印をつけて、うん、この外すとこうやって印がついてるんですね。そう、はい、そうです。はい、でこれはあの洗ったら落ちるので、食べる前にちょっと洗う。はい、なるほどなるほど。でこう糸で縫ったところを、まあ、ひだをつけながら、うんうん、あの引き締め、まあ、プリーツを作るような感じですね、うん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 、でその上をこう、うん、これも本当にあの社内の、ね、若い子たちが頑張ってやってくれます。そうだから今ね僕が着てるシャツも、まあ、ちょっとまだわかるかな、買った時はねこうちょんちょんちょんと、ね、あ、そうですね、はい、はい、縫った跡が あって、これ絞ってるっていう感じがしてました。あ、はい、うんうんうん、そうですね、これはあ、はい、巻き上げ絞りっていうやり方ですね。これは、坂帽子っていう絞り方で、これは逆さまの坂に帽子、あの帽子をこの、なんで帽子をかぶったような、この下にある、もともと竹の皮でやってたんですけど、昔は。へ、それを
そう、はい、まあ、これをまず帽子をやってるところです、うんうんうん、帽子絞り、うんですね、これはその前の下巻きのところで、まあ、最後こういうふうに上をキュキュッと止めて染料が入らないようにして、はいはい、この、まあ、その棒、その今はこのビニールでやってるんですけど、ここのビニール入っているところが白く残る、はい、まあ、その堀内さんのその両腕の白いところ、はい、まさにそのようにやられてるっていう。なるほど、うん、うーん、はい、ここから染める、こうやって染めに入って、はいはい、これも結構熱い温度の中でさばきながらやるので、うんうんうん、体力勝負が、うん、ほどくとこういった柄が出てきてっていう、うん、ですね、はい、これは縫った、はい、ほどくときも本当にあのどんだけ長い時間頑張っても、うん、ほどくときにパチッてやっちゃうと穴が開いちゃったりと、もうそれでダメになるので、うん、かなり使いながら、うんうん、きれいにできてますね。あ、なるほどね。はい、これはあの、はい、今回あの柄をいくつか用意した中で、うんうん、鈴さんの今までのアーカイブの中から、うん、あの特徴的だったり、まあ、僕が個人的にも思い入れのあるものを選んだんですけど、うん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 、でその柄を引っ張ってきて、でその今回トランクデザインをご用意してくださったものの上に乗っけるっていう形を取ったんですけど、うんうん、これはあのルーツ&リーブスっていうのがテーマだったと、へー、うん、その葉っぱの柄をうん、やったシーズンですね。うん、で、あ、これはあのこれはミュージックっていうのがテーマでやった時で、うんうん、これあのギター弾いてる人だったらもしかしたら分かるかもしれないですけど、はい、あのこれ実はギターコードになってて、へー、この柄があの C7 っていうあのコード、これをここのあの右から2番目のところ、ちょっとこう、あ、本当だ、途切れてる。空いてる、途切れてる。はいはいはい、はい、それ。そういうのがまあいくつかあって、うん、でそこを、うん、あの離れて、遠目で見ると、うん、あのその C7 っていうあのコードになる。そういった、あの僕もともとバンドやってて、そう、うん、そういう、はい、あの、うん、あのちょっとこう、あの、思いも入れてきました。遊びが入ってですね。へー、はい、うん、なるほどな、はい、これは板締め絞りっていうやり方ですね、あの折り紙のように畳んで板で挟んで、うん、はい、です、はい、今、まあ、3種類のね、あの出来上がったシャツはあのちょっとご覧いただきましたが、はい、まあ、20枚ありますので、はい、まあ、残りのものもちょっとあまり全部見せると楽しみがなくなっちゃうんで、はい、はい、お楽しみということでですね、3月31日から、神戸阪急の2階で、1週間ポップアップがスタートします。まあ、初日は200枚全部もう今並べる予定にしておりますので、初日がまあ一番面白いんじゃないかなと僕は個人的には思っているんですけど、面白そうですね、はい、ぜひともあのね、阪急の前に人が並ぶぐらいになればいいなと思っているんですが、うん、はい、それぐらいを目指して、ちょっとこれからも、うん、あの広報はね、いろんなあところで出していこうかなと思っておりますので、うん、ぜひともお楽しみにしてくださいということです、うん、はい、いやドイツね、僕2年前ぐらいドイツ行ったんですけどね、はい、ああ、どこの街行ったんですか？あ、僕はフランクフルトとね、ベルリンですね。うん、あ、なるほど。はい。フランクフルトであの展示会があったので、1週間ぐらい滞在してたんですけど、で、空いてる日に1日弾丸で、もう朝6時ぐらいに起きて電車乗って、ベルリンの街に一人で行って、うん、で、夕方5時ぐらいの
電車でまたベルリンからフランクフルトに帰って弾丸で結構だって距離ありますよね。そう、片道4時間ぐらいかな。ですよね。はい、そうなんです、そうなんです。はい、デッセルドルフまではフランクフルト2時間ぐらいなので、また展示会あったら、はい、ぜひぜひぜひください。はい、行きたいです。うん、ぜひぜひ。はい、またお客様が来られました。あ、本当だ。あ、セビア、あ、セビアコスコムン、そう、今お客さんが来てくださいということで、はい、はい、なんで僕の、見えてるんですかね、こっち。あ、見えてますよ、見えてますよ。あ、見えてます、はい、見えてます、見えてます。はい。あ、本当だ。あ、続々とちょっとお客さんが来たので、では、はい、ファッションウィーク、ぜひとも頑張ってください。はい。ありがとうございます。今、パリは、もう晴れましたね。さっきまで曇ってたんですけど。おー、めちゃくちゃかっこいいですよね、その通り。その通りは僕、パリで、一番好きな場所で、へギャラリー・ヴィヴィアンですけど、200年前に建てられたアーケードで、そういいですね。もともとこのギャラリー・ヴィヴィアンの39番地というのが、うん、もともと1970年に、うん、もう半世紀前に、高田健三さんがジャングルジャップっていうお店を初めて作られた場所。へえ。だから本当に日本人が初めてそのファッションの聖地であるパリで、うん、お店を作ったマイルストーン的な場所で、僕も知らなかったんですけど、たまたま前回ここで展示してたら、うん、その期間中に高田さんが亡くなられて、へで、そのギャラリーのオーナーが実はここがねっていうふうに教えてくれて、うん、そうなんだって、本当にそういう偶然の、ね、なんか重なって、うん。いつまでですか、パリは。ね、パリは明日までです。それで車でドイツに帰ります。はい、なるほど。では、はい、残りの展示も頑張ってください。ありがとうございました。夜遅くまで。いえいえ、とんでもないです。では、ありますからのシャツの到着を楽しみに待っております。はい。ありますのスタッフも配ってくれているので、はい、ぜひ、皆様3月31日。はい。31日。31日です。はい。31日。はい。ぜひ、神戸。はい。神戸阪急。神戸阪急へ。はい、遊びに来てください。そしてまたね、ちょっとまだ日本も緊急事態宣言が解除されておらずですね、ちょっと動きにくいですが、ぜひ名古屋、本当にまあ、ね、食べ物も名古屋飯があるぐらい食べ物も美味しいですし、でも本当に僕も知らなかった有松、本当に電車で20分で、うん、タイムスリップしたような本当に、昔ながらの家屋が残っていて、名古屋で一番好きな街じゃないかなと今思ってるんですけど。本当ですか。はい、一泊しましたしね、泊まって有松にも。ああ、はいはい、窓さん、うんうんうん、そうなんですよ。そう、なんか名古屋のイメージがそこでねガラッと変わりましたね。やったー。うん、名古屋ってあんまりいいイメージ持たれてないんですよね、残念ながら。いや、なんかこうなんだろうな、今、まあ、仕事がなければなかなか名古屋に行く機会ってなかったんですけど、うんうん、まあ、今回なんか名古屋のこうデザイン都市宣言30周年ということで、いろいろこう、うん、そうですね、まあ、産業も食もコミュニティやランドスケープみたいなものをこうデザインという観点で掘り下げていった中で、こう毎月のように名古屋に通ってたので、うん、なるほど、そう、
名古屋は僕はなんかもっとポテンシャルは感じる街だな、うんうんうん、そうですね。これからなんかそうなんかあんまりこうそれこそ最初の話のようにこう固定概念がまだ固まってないだけに、まだまだいろいろ動かせる地域だなっては、うん、街のブランディングとして思うので、うんうん、面白い場所があると思います。ボコボコこういろんなねカルチャーが生まれていってる街だなとも思うので、うん、そういうのをねどんどんあの発信していきながら僕らもこうまだまだ名古屋に関わり続けれればいいなと思っておりますので、ぜひ、はい、ぜひ日本に帰ってきたら名古屋で、そうですね、はい、いつ行けるのかっていうところそうです、そうですよね、逆にね帰れない、1年そう帰れてないんですけどそう、はい、と、はい、いうわけで今日は、はい、どうもありがとうございました。じゃあこれにて終了いたします。ありがとうございます。さようなら。